お疲れ様です。お疲れ様です。今日ははい今日は何ですか？ちょっと社長について。社長についてちょっと本当に聞きたい、いろいろ聞きたいなと思って。マジ怖いな、これ全国放送いやじゃあそんな言うほど別にあのままの人じゃない。なんかちょっとパワハラとか、なんかセクハラとか、セクハラか、あでたまにぽいことするじゃん結構。まあまあ確かにだいぶもうアウトな気はする。それはアウト。パワハラは別にあんま気にならんけど私は、うんうん、セクハラはちょっとやっぱ気にぶっちゃけ。実際そんな社長のことはどう思ってますか？あでも全然好きですよ。本当？本当、うん、本当にですか？本当にですよ。ちょっと今日、はい、特殊な装置を持ってきたんで。特殊な装置。大谷ちゃんの本性、あ大谷ちゃんじゃない、リリーちゃん、うん、それが本当かもうこれで証明されますんで。ででんででん、こちらです。これでもうやば、本物やん。てかなんかこれウサギみたいじゃない、ほらピヨーンってほらなんか目でさ、確かに変な口で、これ耳やん。本当だ。これ何、どうなの。今言ってた社長が好きとかが嘘だったら、うん、嘘ついてたらビリってなる。まあでも別に嘘じゃないから別にならんと思うけど。えこれどれぐらい電気、何振動、電気ピリぐらいじゃない。ピリこれ大丈夫？大丈夫大丈夫。ちょっと電気とかさ、電気風呂とかそういうのさマジで無理な人やねんってもう電気風呂入れる人のもう気持ち全く分からんぐらい電気風呂とか電気嫌いで。大丈夫、嘘つかなければ絶対流れない。やばいの、でもこれ絶対さ流す気すんねんけど。やってみましょう。とにかくこのこっちの目押せばいいの。うん。でも音がやばくない？もう音がさもう嫌やねんけど、マジでもう音がさやばい。大丈夫、嘘つかなければ絶対に流れないから。いやでもこれさ、だってこんなおもちゃやん言うて、絶対やばいでしょこれ。いやめっちゃなんかそれ性能いいらしいよ。いやでも緊張しすぎたもん、これいくら絶対これさ2000円ぐらいのやつやろ。ちょっと値段は分かんないけど、もうなんかもうお腹痛いねんけどもう電気来るかもとか思ったらいいじゃん。社長に嘘がバレるとかじゃなくて、なんかもう電気来るのが怖いねんけど別に嘘バレてもいいよ。嘘なの？本当でしょ。でもいや本当やけど、別にこれもう嘘が社長にバレてもいいから、もう電気だけがやねんけどマジで。もじゃあ早速いきますよ。いやもう嫌ですよ。準備はいいですか？全然良くないですいきます。全然良くないです。社長のことが好きですか？はい。ねえ待って、これもう音やばくないね。もう嫌やねんけどね。だってもうさビリビリ来てることね、これ。そう、もう来てるで、これだってもう嫌やん。めっちゃ緊張してやばい、これやばい。うわビビッと超ビビッとやばっ。あ、社長のこと嫌いってことですねもう別に社長のことが嫌いってことがバレるってことよりも、これが来たことの方がもうショックって何もやばいよやばいよ、まだ置いて置いて。社長のあの行為はセクハラだと思いますか？いいえでもこれ音がさ煽ってることで、これ絶対全員ビリビリするでしょ。でもちょっとさ、どういうの来るか慣れたか分かったからさ、いける？ちょっとさ落ち着いてくるよな。ほら落ち着いてきた。ちょっとどういうの来るか分かってるから落ち着いてきた。あれ、はい、セーフなんだね。ほらほら、あんまそう言うと多分もっと過激になるよあの人困る、それは困るあとなんだろうな、なんか質問か。みるちゃんもやってみよう。え、怖っ。毎日一緒に社長と二人きりでとても嬉しい。いいえ。いいえ、正直に言わないと。まあまあ確かに。いやでも結構平常心な顔してるからこれ大丈夫じゃん。ウェイウェイって、ほら本当のこと言っちゃったよ。じゃあ毎日はちょっと、あ、そういうことね。別に一緒にいるのはいいけど、あ、毎日はそういうことね。オッケー。辛いな。じゃあ社長のことが
大好きだ。いいえ。めっちゃ正直やんこれ。いいんすかこれ。正直に言わないとだって。でこれピロンってなったら、OK やったらどうするん。うわはい。じゃあちょっと、はい、まあ、こんなおもろいもんがあるから、うん、誰かちょっとやらしたくない。そうだね。これ。はい。ちょっと誰かやろうか。社長の。そうそう社長の。印象を暴いて、うん、で今事務所にいるのが、うん、ね、うん、レイミちゃんとウッチーと、うん、腹黒編集長とあと最近出てる野倉さんがおるんですけど。お誰が社長のこと嫌いそうかな。はいって言わせてなんか嘘つかしたいやん。やっぱ腹黒編集長。腹黒編集長言いましょうか。じゃあ読みましょう。いやこれビビるとこみたいなマジで。音が聞こえてます。でもいつもだって編集してるときヘッドホンしてて全然気づかんやん。確かに。聞いてた。編集してないです。何それ撮影ってこと。え、ちょっとマジで嫌だ。いやまずちょっと質問ちょっといくつかの質問にちょっと答えてや。まあ、最近社長のなんか直属みたいな感じやん。最近というか昔からやけど。そうですね、寺西くんを経て。そうそうそう。どう社長のあれパワハラやと思う。はい、社長パワハラやと思う。パワハラだと思わないです。あ、思わないの。まあ、それをじゃあちょっとこれで確かめよう。いや、もういい、でもどういうこと。分かってます、社長も僕ももう。何が両思いだ。じゃあそれをこれで確かめるんな。よくないですよ。何がこれ、もし関係が崩れたら。崩れない。崩れない。だって好きなんやろ。好きやったら別にいいやん。トイレだけ行ってきてさ。いや、ダメでしょ。今日午後休です。どういうこと？もう帰っていいですか？全然関係なくない。まだ出て11時45分やん。僕、4時あります。え？ 4 時があります。いや、これ終わってから。いや、これ終わったら、うん。撮影って言ったら社長も許してくれるよな。確かに。じゃあ、怖い。じゃあ社長の、ちょ、社長の言動はパワハラだと思う。いえ。長いな。うん、おほらほら。あ、じゃあ、うん、質問して。ちょっと際どいのに言うわ。いや、もういい。いや、帰っていいですか。え、帰っていいですか。いや、ダメでしょ。いっちゃい一人だけ逃げるのはやっぱずるいよな。じゃあ、なんかちょっと前のバンジージャンプの曲で元カノの名前叫んでたけど、その元カノとは別れてて、その元カノのことが忘れられない。いいえ。これなるんちゃう。まだ思ってるんだ、彼女のこと。思ってないです。壊れてますよ、これ。マジ痛い。面白いな、これ。面白いな。ちょっと、うん、まだちょっとやらしくない？確かに。うん。誰呼ぶ？野倉さん。あ、どうぞ、こちらへ。ちょっと、こちらですか？あかん。なんか占い部屋みたいになっちゃってる。なんかまあ結構入社して社長とすごい仲いいやんか。この前も動画で結構社長で絡んでたし、ぶっちゃけ社長なんかパワハラやと思う。思います。あ、思います。思うんかい。思います。思うんかい。ぶっちゃけやめたいなとか本気で思ってたりする。うん、まいっすね。ほんまに、うん、ほんまにちょっとこれでさ、ちょっとあの占ってみようや。じゃあ質問するで。はい。と
もう社長のパワハラでぶっちゃけ仕事を辞めたい。ヒントくんです。そう、本当かな。ちょっと待ってよ。え、まだやんの？ちょ、おしっこしちゃいますよ、でも。やば。これが一番パワハラ。社長の絡みが正直ちょっとめんどくさい。はい。いて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 。ちょっと反応薄くない？反応薄くない？いて。いててててて。でもガチで痛そうだったけどね、なんか。痛かった。はい、なんか。これ何なんこの企画。なんか誰の企画ですか？これ誰の企画？こんなしょうもね。でもみどりちゃんが最初になんか嘘発見器持ってきて、はい、そう、みどりちゃん、はい、まあなんかでもこれ社長にもやらしくない？ちょっとやらしい。なんか嘘発見したいとかってよりも社長の電撃食らったところをさ見たいみたいな。千葉班と社長でやります。あー確かに。まあなんか今回ちょっとこれで社員の本性ちょっと暴いてみました。はいはい。まあでも言うてこの、まあ、おもちゃ数千円とかいくらぐらい、これいくらだろう。まあなんか数千円ぐらいだから別にそんな、まあ、正直言うと音でもなんか緊張感煽るから、うん、まあ嘘とかはあんまり見抜いてんのかどうかはちょっとよく分からんけど、まあ社員の本音が聞けましたね。はいはい。じゃあ、あのみんなのビビる反応が面白かった人とか絡みが面白かった人はグッドマーク、はい、グッドボタンとチャンネル登録してない人は してください。はい。あと求人マッチング、はい、あと求人マッチングと、あと何や、外壁塗装したい人の、あのしたい人と業者のマッチングサイトもやってるんで、そちらもよろしくお願いします。お願いします。はい、また見てね。本田さん、はい、じゃあこれ置いて。ちょっと待って、これ動画関係ないよ、笑ってくる。うん。お前ホット感で。撮ってきました。一応撮ってこうかこれ。え、これさ、これ押せばいい？押せばいい。あ、押したら多分脈測られる最初に多分。そう。これで今測ったんだよね。あ、測ってる。オッケーオッケーオッケー。じゃあ本田さん、俺が質問していくわ。オッケー。はい。いやもう嫌やな。え、ちょっと変な質問しちゃんといてな、マジで。わかりました。変な質問しかしないですけど。いやもう嫌やな、なんか、下ネタ系とか絶対するやろ。そうですね、そうですね。嫌やな、ちょっと質問して答えてから押す。オッケー。僕のこと嫌いですか？嫌い。はい。はい。あんまなかったら逆に傷つくんやな。おらっしゃおい、小谷さん、小谷さん、俺好きですよ。俺は小谷さん。でも待って、嫌いですかっていう言い方したやんか、で、まあ、嫌いじゃなかったってことは分かったやん。で、好きとは言ってないからな。うん、じゃあ、じゃあ、じゃあ、おい、すごい、おい、すごい、すごい、すごい、いいですよ、もう一回、もう一回、おい、これ、これ、楽しみですよ。いや、流すでしょ。じゃあ、ちょっと、伊藤あ、じゃあ、いいじゃん、いいじゃん。いや、まあいいやん。もう怖いです、マジで。いや、じゃあもう嫌だ、もう。じゃあ行くよ、うん。俺のこと、好きですか？いいえ。いや、はいやろ、まず。なんで？はいやろって自信ありすぎやろ、やめろ。キモ。脱げピコンやって、これ。何がピコンやって残念でした。社長のことが嫌いだ。はい。え、怖いから、何になるのこれ。電流絶対なるよ、絶対なるね、これ絶対なる。怖い、怖い。いや、もうテンパりすぎて多分あれだよ。平常心保たないと。え、怖痛い。めっちゃ
ワクなんだけど。